バスとあと自転車、あとね徒歩、3種類ね。あとは許可された車、まあ、管理用の車なのかな、それは通ることができます。ここに来るのはね、今日で2回目なんですけど、もう1ヶ月前よりもね、かなり新緑が深まってますね。小田城ヶ原の湿地まで来ました。ここはね、遊歩道もあるから、歩いてね、散策するのもね、いい環境になってますよ。多分ね、今 GoPro で撮影してるんで見えないかもしれないですけど、遠くてね、ちょうどね、こっから見る、あそこに見えるのが小田城ヶ原のね、貴婦人っていう白樺なんですね。自分はね、ダホンに乗ってるんですけど、ブロンプトンとか DB1 でしたっけ、 DD1 だっけ、いろいろホールディングバイクあるじゃないですか。ホールディングバイクってね、本当に便利。今日はね、車に乗せて千条ヶ原のね、三本松茶屋に車止めて、そこからね、来たんですよ。ホールディングバイクの一番のいい点は、電車輪行ね、電車で輪行するときにすごい便利なんですよ。本当に折りたたむのも早いし、すぐにね、組み立てられるしね、利便性はものすごい。ホールディングバイクってそんなに走らないんじゃないかなって思ってたんですけど、いやいや全然そんなことないですね。本当に僕の中では全然ロードと引け取らないですよ。こんなにね、よく走ってくれるとは思わなかったですね。でセカンドバイクにね、ホールディングバイクなんていいかなと思ってる人は全然いいと思います。もし悩んでる方いらっしゃったら買った方がいいと思います。じゃあほら川見て、すごい綺麗でしょ。見れねえか。本当に気持ちがいい。はい、到着です。はい、到着です。はい、ここからね、歩いていきますよ。